吉,国吉見町古名に田付近埼玉県道二十七号東松山高野線は埼玉県東松山市から埼玉県高野巣市に至る県道である。高野巣市側では東松山県道とも呼ばれる。東松山市吉見町間はかつて現在の埼玉県道六十六号行田東松山線の松本町交差点から組めた交差点間が指定されていたが、 荒宿町南交差点から組めた交差点間のバイパスが2012年3月24日に開通したため、それぞれ東松山市道、吉見町道に降格された。また、吉見町、下細谷古名に行ったの荒川手前の間も、1990年代に振動が建設された。そのため、起点となる国道4 7号や終点の埼玉県道38号、 家族港のスセントが一本で結ばれ、現在では前述する国道や県道と合わせて、入間市方面から加須市方面の県南西部県北東部を往来する、幹線道路網の一つとなっている。しかし、幹線道路でありながら、旧来の二車線道路がほとんどであり、右折帯のない吉見町役場前交差点や終点となる国道17号の天神二丁目交差点は、渋滞が頻発している。 バイパスの一部並びに振動は4車線化されている。バイパスと振動の間に挟まれた吉見町中心部の区間も4車線化事業が進められている。一方で、荒川高野須市内の区間は、荒川を渡る区間は、尾り橋の手前は横包みの上を走っており、高野須市内は市街化が進行しているため、いずれも4車線化拡幅には厳しい状態となっており、 堤防手前で2車線に戻りつつ、堤防上までは4車線化用のの基礎が見られるが、その先は、具体的に計画を立てている様子は見られない。ただし、荒川を渡って、高野市,市街に入って、すぐの場所で、国道17号上尾道路と交差する計画となっており、上尾道路開通後はさらに交通量が増える見込み。なお、高野市,市内の区間は、 現在の小成橋が1965年に架け替えられた時と同時、またはそれ以降に作られた新道である。川幅日本一の石踏みと、看板運転免許センターへのアクセス、埼玉県警察 MKT649XC9 から241964年6月19日撮影の小成橋周辺国土地理院。 現在の同り橋がまだかかっていない時に、現在の東松山河野支線の経路に、道路はないが、建設中の大鳥中立橋らしきものは見える。ありがとうございます。